皆さんこんにちは。あるミニマリストの物欲です。今回の動画ではユニクロ U2020SS オーバーサイズクルーネックティー半袖の洗濯5回後の寸法変化についてじっくり見ていこうと思います。こういった綿 100% の T シャツっていうのは1回の洗濯だけだと完全には縮まりきらずに、最初の印象だけで1シーズン過ごしてみると、シーズンが終わる頃にはこんなに縮んでたの?みたいなことになったりします。参考までにユニクロ公式ページに載っているこの製品の商品の仕上がり製品寸法 L サイズ、XL サイズの寸法を載せていますので、比較しながら見ていきましょう。私が購入して持っているのは XL サイズで、ホワイトが2枚、ブルーが1枚です。1回洗濯した後の寸法と5回洗濯した後の寸法はご覧の通りなんですが、特に注目していただきたいのは横幅ですね。身幅と肩幅です。5回洗濯後の寸法で見てしまうと、横幅についてはほぼほぼ L サイズに近い寸法になっていることがわかると思います。身丈は L サイズに対してプラス 1.5 センチとなっていますが、身幅についてはほぼ L サイズと同じ寸法になっています。続いてホワイトのもう1枚の寸法を見ていきます。この2枚目の方は、さらに横幅が少し小さくなっていまして、身幅で言うと L サイズの60センチの設定すると全く一緒の仕上がりにまで縮んでしまいました。新品の頃から身幅で4センチっていうと、一周で言うと8センチにもなるんで、結構な縮みです。肩幅についても、この2枚目の方はやや大きめに縮んでいまして、マイナス、新品に対してマイナス3センチ。この肩幅 XL で仕上がり53ということは、仕上がり設定寸で言うと L サイズをさらに下回ってしまってますので、だいぶ縮んでしまったなという印象です。この2枚目の方は特殊な選択をしたかというとそうでもなくて、1枚目2枚目同様に普通に洗濯機で洗って、外に天日干しで乾燥してます。ただその時の乾き方の条件によってやっぱりこういう差が出てしまうこともあるのかなと思います。このくらいの縮みになってしまうと、試着した時に例えば XL で、良好だと思っても、5、6回洗ってこのくらいになってしまうっていうことであれば、もしかしたらそのワンサイズ上を選んだ方が良かったっていうことにもなりますので、そのあたり考慮した上でサイズ選択をする必要があると思います。続いてブルーなんですが、ブルーの方も1回洗濯後の寸法はホワイトとほぼ一緒の寸法でした。5回洗濯後のブルーですが、これもやはり横幅は L サイズに近い寸法になりました。今回の結果から言えることは、やっぱり綿 100% の T シャツっていうのは洗濯をある程度繰り返すと1サイズぐらいは縮むのかなという覚悟でサイズ選択をした方がいいのかと思います。私の場合 XL サイズがちょうど良かったんですが、ややゆとりが大きかったので多少縮んでいるサイズぐらいの感じでも全然 OK かなというふうに思いますが、最初の試着したサイズがベストでこれ以上小さくなってほしくないということであれば、やっぱりサイズアップをして選択するべき商品なのかというふうに思っています。今回の結果というのは私自身の一例なので、絶対こうなるとも言えないんですが、ある程度普通に洗濯して乾かすっていう条件であれば、割と似たようなことになるのではと思いますので、
、ぜひこの商品を選ぶ際の参考にしていただけると幸いです。それではまた。